カボチャ陳情団は1924年に存在した日本の民間団体の通称。北海道における鉄道省赤北線上川駅縁軽駅間の着工向き延期に際し、北海道縁軽村から延期の撤廃と工事再開を求めて上京し、国会や各界の有力者たちに陳情を行った。鉄道なくしてはカボチャしか食べられない。 貧しい日々が続くことを知らしめるため、地元産のカボチャを弁当として持参して活動していたことから、マスコミなどからこの名で呼ばれ、日本全国で大きな話題となった。上川から遠軽にかけての鉄道は、1896年に、当時北海道庁鉄道建設部長であった田辺北郎らの一行が、不設調査を行っているが、1913年の 時点にあっても、北海道の道央方面と道東各地を結ぶ、鉄道は、一旦、旭川まで北上し、旭川から、現在の富良野線を経由し、下富良野に出てから、後の根室本線を経て、帯広、釧路へ至る、ルート、途中の池田で分岐する阿波尻本線により、陸別などを経由して、野付牛、阿波尻に至るルートがあるのみであった。 しかし同年に札幌と同東方面を短絡する、釧路本線滝川駅下フラの駅間が開通したことで、旭川駅の利用客は半減し、旭川名物の売り上げも約3分の1に減るなど、旭川は経済的に大打撃を被った。そこで、旭川では危機を脱するため、旭川と北見地方を短絡する鉄道路線を建設させるべく、 開発規制同盟が設立された。折しも1916年には、優別軽弁線が、下優別へ延伸したことで、同盟は、旭川と名寄経由でつながったエンガルでの参加を呼びかけた。このエンガルで、同盟参加を求められた一人が、同地の農場管理人である、市原田が基地であった。当時、エンガルは交通の便が悪く、生活物資の調達、 役場への各種の届けなど日常生活においても4 0トルもの距離をとほか馬で往復することを強いられており、交通の便利な地へ転出するものが後を絶たない状況にあった。特に西方にある白滝地域は農耕地が広大で多くの入植者たちにより開墾されていたが、鉄道がないために農作物の運搬費がかさみ、農民たちの努力も採算が取れずにいた。 市原は、人のため、社会のためをザウの命とし、青年時代から地方振興に強い関心を抱いていた。市原は、エンガルと旭川が鉄道で直接つながれば、移動時間が4時間近く短縮され、物価も安くなり、オホーツク開発の活性化にもつながるとみて、地元住民たちと共に、鉄道促成規制会を結成し、111名分の 署名とともに単元書を国会に提出した。こうして地元住民たちが国を動かし、1920年に赤北線上川駅遠軽駅間の鉄道工事が承認された。地元住民はこれにより農産物が高く売れ、物が安く買え、米が買えずにカボチャばかり食べていた生活からも解放されると大いに喜んだ。しかし1923年に 関東大震災が発生し、東京は未曾有の被害に見舞われた。この事態に対して、首都圏の災害復旧は国にとって最大の優先事項となった。その代償として、あらゆる事業が延期され、莫大な国費が見込まれる赤北線着工も例外ではなかった。この政策には、かねてからの第一次世界大戦後の深刻な不況も背景にあった。 1924年エンガル地域に赤北線工事向き延期の知らせが舞い込んだ。鉄道工事の承認の喜びに湧いていたエンガルの人々は国で承認されたはずの鉄道工事が覆されたことに大きな衝撃を受けた。中には明治から大正にかけて親子二代で鉄道建設を願い続けた人々もおり、工事延期に対する落胆は 必舌に尽くしがたいものであった。エンガルの人々は、赤北線工事が延期されれば、自分たちはいつまでも貧しい生活を強いられ続けるとして、この延期案を、地方の発展を侵害する重大な問題と捉えた。そして国会に行って実機すべく、陳情団の結成を決意した。上業資金は全額を回避で賄うことはできず、一人、 あたり50円が自己負担となり、それを払う勇気を持つ者が、有志として上京することになった。当時の50円は小学校教員の初任給に、匹敵する大金であり、一家庭からの年出は、決して容易ではなかった。それでも、この一大事に対し、エンガル、マルセップ、白滝の各村から52名もの有志が、自発的に参加を名乗り出た。団長には、 当時42歳の市原が認じられた。水谷正次郎。1931年8月24日のマルキパン関係者の記念写真より、市原が管理していた農場の一つに、当時の日本国内で有名なパンのブランドであるマルキパンの農場があった。マルキパンの創業者、東洋のパン王と言われた大阪の水谷正次郎が、赤北線の開通を見込んで、 パン製造の原料確保のために沿線付近に開設したものである。鉄道がなければそれらの農場は無意味となり、赤北線着工の延期は水谷にとっても死活問題であった。市原らの状況計画を知った水谷は彼らの自己負担での状況を取りやめさせ、水谷自らが旅費の全額負担を申し出た。その額は一万円であり、全員分の旅費を賄うどころか、 その倍以上にも上る大金であった。市原は意外な形で支援を得ることができ、水谷に大いに感謝し、陳情の成功を約束した。同1924年11月10日、市原をはじめとする陳情団は、地元住民たちの期待を背にして、縁があるをたった。まず札幌に向かい、鉄道局、北海道庁、政治家たちに、赤北線の早期開通を陳情した。 さらに上京し、3日かけて東京を目指した。当時の東京への旅程は、決して短くはなかったが、距離に鉄道を施行とする彼らの熱意は、その長い旅程を置くとはしなかった。鉄道開通の約束を取り付けるまでは、決して帰郷しない覚悟であった。その頃、警視庁は陳情団の動きを察知し、状況を中止させるようエンガルへ連絡を入れていた。 関東大震災からまだ日が浅く、東京には家も仕事もない人々が大勢いるという不穏な社会情勢の中、政府への不満要素が増えることを恐れていたのである。しかし陳情団はすでに縁軽を立ち、状況は目前であった。やむを得ず警視庁は、陳情団が旅費節約のために寺を宿舎に用いたいとの依頼が来るや、一同の足止めのためにそれを断った。 東京に到着した陳情団は、寺に宿泊を断られても諦めることなく、新宿の安宿に陣取った。一同は到着後、長旅の疲労を癒す暇も惜しんで活動を開始した。郷里のエンガルでは、一同の応援として、貨物列車を借り切って、食料として、カボチャを大量に積んで送っており、すでに宿には大量のカボチャが届いていた。 一同は水谷により十分に金銭的な支援を受けていたが、宿代の節約のために寺を利用しようとしたことと同様、食費の出費も惜しみ、そのカボチャを宿で煮て弁当箱に詰め、陳情の上りを掲げて活動し始めた。宿泊先でカボチャを受け取る陳情団を報じた新聞記事。東京朝日新聞、1924年11月14日。陳情談一は、 カボチャ弁当を腰に下げ、鉄道省をはじめ、国会、政治家の政党本部、その他の関係機関を連日訪れた。鉄道がなければ一同は貧困を強いられ、毎日カボチャばかり食べるしかないと、カボチャを携えた姿によって訴えた。食事がカボチャばかりでは、陳情にも力が入らないと音を上げる者もいたが、市原は団長として、米すら食べられない。 貧乏なこの現状を理解してもらうためと一同を鼓舞した。私服警官たちが厳しく市原らを監視していたが一同はなおも単眼戦術を展開した。一同は国会の控え室での休憩中でもカボチャ弁当で食事をとっていた。日本の中枢たる国会の控え室で百姓同然の姿でカボチャを頬張る一同は その異様な姿でたちまちマスコミの注目の的となった。カボチャ団体の陳情として人々の話題に上り、ついには日本全国的に有名となった。カボチャ団体の陳情団の大見出しで東京朝日新聞などの新聞でも何度も報道された。やがて日を追うごとにカボチャ陳情団の名は人々の話題に上り続けた。当初は東京の人々からは一同が 謎の集団とみなしてキーの視線を向けられていたものの、報道によって事情が理解され、支援と同情の声が集まった。日本全国各地から新聞社や交通専門誌に激励の声が寄せられた。一同の様子をわざわざ見に来る者、激励に訪れる者も後を絶たなかった。市原らは世論を味方につけて陳情を成功させることを決意していた。 戦国三つぐ人々の支援の声に押される形で、当時の鉄道省の鉄道大臣である、戦国三つぐとの面会が実現した。この陳情の少年場とも言える面会日当日の11月15日、陳情団に対し、11人もの警察官が物々しく警備し、新聞、雑誌記者が大勢詰めかけるという大混乱の状態であった。市原は団長として、 戦国の前に進み出て、赤北線がなければ、米の輸送費がかさみ、貧乏な農民はいつまでも米を食べることができない、不便な交通のために、他の物資の輸送費もかさみ、農家の経済は圧迫され続けている。鉄道が開通さえすれば、毎日カボチャばかり食べずに済むと、現地の貧しさ、交通の不便さ、農家の経済の圧迫を、そして、 鉄道開通こそがその現状からの解放であることを強く訴えた。さらに、団員の一人、白滝村の代表者である老人も飛び出して、団長の言葉の通りです。どうか我々を助けてください。頼みます。と、自分たちの助けをこうべく床に泣き伏した。他の団員たちも皆声を殺して男泣きしていた。それほど当時の一堂にとって、 北海道の鉄道建設は死活問題だったのである。異様な静けさに包まれる会議室の中で、悲痛なまでの市原らの熱意に警官すらもらい泣きし、翌日の新聞を賑わす事態となった。この市原らの熱意を目の当たりにして、戦国はこの場での即答はできかねるものの、工事計画を前向きに再検討すると約束した。 約2週間かけての一道の陳情が成功に至ったのである。11月22日、陳情団は東京で会談式を行い、万歳三章で互いの健闘をたたえつつ、人についた。関北本線1925年9月、関北線工事の延期は撤回された。11月には工事が再開され、その2年後の昭和2年、 エンガル・マルセップ間の鉄道が開通した。1929年には、マルセップ市も、白滝間市も、白滝間引く白滝、上川中越間と続々と開通した。こうして工事が次々に進められる最中にも、市原は、毎年、恩人である、戦国三具をはじめとする関係者たちにカボチャを一票ずつ送り、鉄道建設に対する信念を忘れさせないよう、 努力を続けた。1932年、赤北線最大の難所である、赤北トンネルの掘削と路盤工事が完成。鉄道工事再開から8年の後、赤北線は全線開通に至った。この鉄道の開通により、北海道の開拓中の壁地の貧しさは一変した。北海道の豊富な農産物や木材などが本州の消費地へ運ばれ、 日本の近代化を支えることとなったのである。2010年代後半には JR 北海道が単独では維持困難とする赤北本線の利用促進を図るため、円軽町で様々な動きが展開された。2018年1月には円軽出身の漫画家である安彦義和がカボチャチンジョを描いた広告が約9000枚作成され、 新聞織込みなどでカッコに配布された。2018年7月には、遠軽町としての赤北本線利用促進事業のロゴマークが作成された。このロゴマークには、沿線地域の農産物があしらわれているが、石の字の部分には、カボチャ陳情団にちなんで、カボチャが用いられている。ありがとうございます。